アロハこんにちは、 DJ ソワライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回はですね、はい、属性実験場やってみたいと思うんですけど、そうですね、その前にちょっと弾いてない97やりたいです。ピックアップですかね、ピックアップのこちらプロンプトちゃん、あやめちゃん、バンちゃん、アーシェちゃん、プロンプトチェイン、バルフレア、あ、シリーズチェーン入ってるんですね。で、プロンプトの戦技、あ、これもありですね。はい、あやめちゃんの戦技、これも欲しい。あやめちゃんの戦技は欲しい。持ってるやつも結構ありますね。バルフレア使ったことないな。欲しいのは結構かぶりもありますね。個人的に欲しい、プロンプトちゃんはね、ナイトメアもそうですし、魔石、物理、雷でもレギュラーになってるんで、プロンプトちゃんの覚醒奥義欲しいとこですね。一応新チェインの雷持ってるんですけど、ナイトメアでやる分に関しては正直なんだろう、シリーズチェインも持ってるんで、ここはねプロンプトちゃんメインアタッカーにさせてあげたいかなっていうところはあります。でも正直ね、キャラ合いで見たら完全にあやめちゃんですね。あやめちゃんこれ欲しいなと思ってるやつなんですよね。結構過去の動画だとあやめちゃんのこの覚醒奥義取るまでやるみたいなことちょっと言っちゃったことあるんですけど、結局取らなかったんですよね。はい、まあ、そういった意味で、狙うはあやめちゃんですね。あやめちゃんの覚醒奥義、そんな感じであやめちゃんの覚醒奥義出ると思うので、ここでセットして97回したいと思います。はい、最近ね無音のあのガチャ97、1日1回無料ですね。見てくれた人ありがとうございます。見事かぶりでした、オルビアちゃん。はい、ボンボクラシルバーでしたね。まあ、全然いいでしょう。そう簡単に97は当たらないでしょう。はい、そんな感じでじゃあ気を取り直して今回のメインディッシュに移りましょうか。イベントダンジョン行きます。はい、冒頭でも言った通り属性実験場、これ行ってみたいと思います。期限も近いんでね。はい、ちょっと残しておいたんですけど、はい、行きましょうか。属性実験場、おお。そうっすね。前回のね、前の動画見てくれた人、お願い事シリーズですね。闇パのやつで。その同じパーティーなんですけど、ちょっとマテリア変更させてください。開幕はね、クラウド様じゃなくて、はい。Oh shit。これってなんだろう、物理2回とかあるのかな、何、低確率。暗黒アビリティ低確率もう一回放つあるんですね。でこれってヘビーですよね。ダークネスウィング。物理ヘビーって2回発動あるのかな？それあったらそれ使いたいかなと思うんですけど、なさそうな。物理スピードアビリティ。物理ヘビーはないですよね。カラカン。タカタンつって。こんな感じで、じゃあちょっとエースストライカーにしましょうか。はーい。では行ってみましょう。エースストライカーつけてきます。でセフィロスちゃんはね、開幕でもうがっつりもうコンパコン攻撃してもらいたいと思います。あとサイファーちゃんでもチェインですね。サイファーちゃんチェイン、まあ、僕のこう連チャンで多分闇の動画上がってると思うんですけど、まあメンバーは一緒です。まあ、サイファーちゃん闇チェインで、もうオルちゃんはもう壁張り役ですね。ウララちゃんはヒーラー覚醒持ち、セフィロスちゃん覚醒からの超絶、そんでもってもうデモンズクロス、デモンズクロス、デモンズクロス、そんな感じですね。でクラウド様もダークネススイング、がっつりフルスイングでやってもらいたいと思います。さあ行ってみましょうか。属性実験所、おお、そうか、そうですね、これヘイスが持たせなきゃですね。そう考えたらどうしよう。ファッションサルサにしてるんですけど、ここはじゃあヘイスガにしようかな。ヘイスガでいきましょうか。ヘイスガでいきます。ヘイスガは大事かなと思います。他は捨てても、で一応攻撃見てみようかな。闇属性、聖属性の攻撃が強力。じゃあそれでいきましょう。あらい、メロジャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパー、今回は属性実験場闇属性闇パですね。はい、行きたいと思います。この音楽結構いかついっすよね。結構好きっすね。なんかなんだろう、挑戦する感じがして好きですね。はい、ファイナルファンタジー7の音楽ですね。いいですね。じゃあ行きましょう。7のメンバー2人入れてますから、ではオルちゃんでまず壁張っていきましょう。セフィロスちゃん、
いきなりこう使っていきたいんですけど、サイファーちゃんの方がねスピードちょっと遅いんで、そこにちょっとエイスが行きので、もってもうすぐ攻撃しちゃいます。でもってスティグマ、セフロちゃんのスティグマ、ダークネットスイム、オッケー、2回目発動ってことで弱体化入ります。素晴らしいですね。はい、ヘイスが入ります。本当はねここね壁張れたらいいんですけどね、まあここはナイトメアと一緒ですね、魔石と一緒ですね。そんな感じでいってみましょう。はい、いいね、ディア、あ、まあまあ食らいますね。まあそんな多分倒せないってことは絶対ないと思うので、アイチェーン入ります。サイファーちゃん闇チェーン入ります。そんな感じで次はウララちゃん回復ケアルチャ使っていきましょうか。スティグマ、セフィロスちゃんのスティグマ、もう僕のねこの闇属性パーティーの動画連チャンで見てくれてる人だったらもうおなじみですね、スティグマ作戦です。あと一撃ぐらいで終わりですね。まあそんな感じで、じゃあオルランドちゃんが最後とどめ、とどめは左遷させないか、まあ、セフィロスちゃんがとどめ刺すのかな。ここはゲージが溜まってるので、まあ、逆にダメージ出すって意味だったらどうなんだろう。すごいな、全部完全に乾燥してるじゃないですか。デモンズクロス使っていこうかな。ダークネススイング、さすがクラウド様、ケアルジャー、ディア3000、まあまあ食らいますね。 OK、 回復できる。おお、ダメージ20秒、まあまあですね。はーい、次のじゃあ細胞強度星2ですね、いきましょうか。アライノ、それではじゃあいきましょうか。作戦は全く同じです。オルランデューちゃんでまずは壁張る、そんでもってスルー、セフィロちゃんスルー、クラウドさんスルーで、ウララちゃんヘイスが、そんでもってサイファーちゃんチェイン、そんな感じですね。流れは毎回同じです、僕のこの中の定石ですね。はい、じゃあ行ってみましょうか。細胞強度星2ですね。はい、行きましょう。属性実験場闇パーで挑んでいきたいと思います。サンプル HO512 倒していきたいです。まずは壁張り、オルランドゥちゃん安定のドクターモグ呼んで壁張りですね。はい、行ってみましょう。飲んでもって、はい、スキップスキップ、ランランラン、ヘイスが、そんでもってチェインベベ、はい、スティグマでもってダークネススイング、はい、行きましょう。甲子園野球に負けないぐらいのフルスイングやっていきたいと思います。では行ってみましょうか。オルランドゥさん、また攻撃、また攻撃、4000、ちょっとスイング足りないんじゃないでしょうか。でこれちょっとね弱体化させていきたいところです。2回発動、ガーディア範囲が広がってますね、さっきより。ここでサイファーちゃんのチェーン使っていきます。闇属性大、そんでもってスティグマ間髪入れず入れていきます。このねいい時間差で入るんですよね、まあ、6000ですね。7000までいきました。はい、9990いきましたね。はい、ありがとうございます。ではウララちゃんケアルジャー、 OK 使っていきます。ダークネススイング、まずはオルランド、おお、いいね、完全にカンストしてるじゃないですか。では斬新も使っていきましょうか、せっかくなんで。おお、素晴らしい、本気でフルスイングしてくれましたね。はい、回復します。アディア、これ2つ食らいますからね。あ、 OK、 ケアルジャ、ちょっとまあでもセフロスちゃん食らってるかなっていうのありますね。もう一回いくか、もう一回は出ない、でも弱体化してますね。斬新いきます。1万、そんな感じのセフィロちゃんの斬新超絶いきます。次ダメージ3万ぐらいは出ますかね、それを見たいかなというところではあります。ダークネススイング、ドレッドウェポンで、セフィロちゃん回復、もう一回発動はしない、やたら上上段攻撃してきますね。おお、はい、ではそうですね、デモンズクロス、この勢い見てみたいと思います。
倒しちゃうかもしれないな。ダークネスイン、今回発動はしない。おっと、倒しちゃダメだよ。最後セフロスちゃんで倒すんですから。あ、細胞活性か、恐ろしいですね。あ、4枚いけましたね。素晴らしい。ダメージまあまあですね。 OK OK、 いいね、報酬ゲット。おお、これ何もらえるのかな。星3だったら星5フラグメントもらえるのかな。血と心はすごいいっぱい欲しいですね。魔法パ、魔法パパーティーなんで基本僕。はい、行きましょう。星5フラメ10個ずつか。まあいいでしょう。ここ音楽変わりますよね。ジェノバの音楽に変わるんじゃなかったでしたっけね。さらに戦うものから。はい、ファイナルファンタジー7リメイクも絶対買いますよ。僕リメイク、ファイナルファンタジー7のリメイクのバイナル、受注生産のバイナルですね。予約しましたからね。ちゃんとファイナルファンタジー。はい、愛してるんで。ではまずはファイナルタジレコードキーパーでがっつりセブン楽しんでいきましょう。まださらに戦うものっすね。最後だ、ダメージコンテスト、そんな感じですね。では星3いきましょうか。細胞実験場、まあ、そんな強くないでしょう多分。作戦は全部一緒です。まずはスキップスキップ、ヘイスガー、スキップ超、もう一回 OK、スティグマ、はい、ダークネススイング、これの技漢字読めないんですよね。オルランドゥの。はい、それでいってみましょう。うららちゃんで安定のヘイスがまずかけます。皆さんスピードアップ。オルランドゥはもう弾丸攻撃いきます。いや、ダークネススイング、そんでもってここでなんだよな、上闇なんて読むんですかね、なんとかの確認合ってますかね、難しいんですよね。はい、これで弱体化入ってダディア、今度は範囲が3人になりましたね。ってことは次で全体になるって感じですかね。1,2,3 ってきたんで。ケアルチャースティグマ、はーい、チェインをまず稼ぎつつ4,000 4,000 4,000、さっき6,000から7,000ぐらいだったんで、まあちょっとあれですね、防御も上がってますね。ケアルチャー行きましょう。ダークネススイング、おお、まあまあ食らいますね。ダレットウェポン回復もしていきます。ここは弱体化させたい。斬新きます。ダークネススイング、いいねいいねいいね。では行きましょうか。オルランドゥちゃん、あ、来たー、ダディア回復したいな。で行きましょうか。弱体化させたい。ダークネススイング斬新、おお、さっきはこれ1万ぐらいは言ってたのにな。そうなると6,000 6,000 6,000ですね。7,000はいかない。ダークネススイング、ドレッドウェポン使いたいけど、ここあれだな、魔石ちょっと使ってみようかな。ちょっとあれですね、ダメージ量が多いですね。次でうららちゃん覚醒奥義使っていきたいと思います。8500、これはまあ完走するんじゃないでしょうか。はい、デモンズクロス使っていきますよ。その前にオルランド弱体化させていきたいところ、ここで2ですね。 OK、 じゃあここで覚醒奥義使っていきましょうか。これで踏みとどつくんでね、これはでかいかなと思います。はい、踏みとどヘイスガーかけ直し、ダークネススイング、ここであれですね、覚醒奥義使ってきそう。覚醒奥義使ってきます。3万3万3万、はい、2回目、2万2万、3万3万2万、ってことでここでネクロファビオ、まあ星4魔石ですが、これでまあ足しになるでしょう。バリアも張っちゃって、ではここでオルランドゥちゃんの覚醒奥義、これ結構いいんですよね。あ、いいじゃないですか。9999999いきました。これでガッツリチェインも稼ぎます。まあそんな無駄あれですね、問題なくクリアですね。ここでケアルジャー、
エンライト。だが時すでに遅し、クラウド様の覚醒奥義がここから飛び出しちゃいます。はい、全体回復、回復も全然問題ないですね。はい、 S 細胞、はい、ガシャゴショガシャゴショいってます。もしかして倒せないか、まだ倒しましたね。はい、ファイナルマッチレコードキーパー、サイド細胞強度星3ですね。無事倒しました。はい、行ってみましょうか。オーセフィロスちゃんのマギアレベルも上がりましたね。いいですね。お、魔石も強化、素晴らしい。おお、星5フラグメント10個、貴重な10個ありがとうございます。それでは、それでは最後行ってみましょうか。はい、属性実験像闇プラーティーで挑んでる、はい、こいつですね。細胞強度エラーですね。来ましょうか。もらえる報酬、うん、ギルですもんね、結局。でも初回クリア報酬、闇の結晶後はこれ欲しい。僕今あれなんですよね、水天一匹を、精錬してるんで、ほんと足りないんですよね。あと100個以上集めないといけないんで、まあ、結構修行かなと。だから今僕はあれですね、闇の結晶回ってます。もうほんと僕闇属性なんで、闇だけを回ってますね。はい、来た、この音楽。いいですね。サンプル HO512。倒していきましょうか。まず壁。はーい。白豚呼んでいきましょうか。まずはスキップ。ヘイスが、スキップごめんなさい。チェイン。でも、覚醒奥義使っちゃいます。でもってスティグマ。もうここはもうあれですね、チェイン稼ぎには、関係なしで600600600。ちょっと強いんじゃないのこいつ。なかなか硬いですね。さすが硬いね。はい、スティグマでもって、細胞、覚醒ですね、覚醒使っていきます。では行きましょうか。 OK、 すごいね。チェーン入りますよ。残り14秒。はい、ケアルジャ使っていけばいいか。2000ですか、しょぼいな。はい、2回目、まあ、これで弱体入るんで、まず普通に戻りますね。はい、3回目、素晴らしい。オルランドゥちゃん、ケアガーディアだ。今度全体攻撃ね、なかなか食らいますね。次で1回覚醒使っちゃおうかな、うららちゃんは。おお、1000200いきましょうか。次で斬新使っていきましょう。フェン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 、いきましょう。クラウド様も覚醒奥義。はい、どんくらい出ますか。1000トン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 、日野の2トン。そんな感じでやっていきましょうか。メロジャム TV、 DJ ソアライス。細胞強度エラーですね。ちょっとね、僕これいつも B とか C なんですよね。 OK、 こいつで、おー、シェイト。ちょっと判断弱かったかな。斬新。細胞活性化。うお、ダークネススイン。あらー、これでまず弱体入ります。やっとも1ですね。OK。あ、でも細胞強度増してるのか。待って、覚醒奥義を使いたい。OK。マリカ、エポニクス。はーい。スクエンエニックス、エポニクス。そんな感じで、ジャポニカ学習帳みたいな、こんな。いや、使っていきましょうか。はーい、ヘイスがけけ直し、踏みとど、覚醒モード、うららちゃん、いきましょう。細胞の力、半端ないね。力ね、まあまあありますね。5000か、これどうやってダメージ伸ばすんだろうか。限界突破させたいな。では行きましょうか。ここで、はい、チェイン稼ぎつつ、チェイン稼ぎつつ、反射、いきましょう。斬新。1800で2000まではいかない、ほど遠い。そんな感じ。1983年、あ、2000までいった。 OK。 1983年、2年、そのあたりのディスコチューン、ダンクアが僕好きですね。そんな感じでした。はい、2回目、1、2、3。はい、これ弱体、お、いいね。1、2、3、これ弱体ですね。2になりました。ケアルジャ、
ペアルジャシカも全体回復入ります。マリカカントス、トゥース特に7秒。おお、まあ全然食らわないですね。ドレッドウェポン反射していきます。デモンズクロス、ダークレッシング、カンストしないな。限界突破させたい。オッケー。あ、2回発動じゃないんですよね。それがでかい。ワン、ツー、スリー。もう1回発動するか。あ、2回目ね。まずは2回目。弱体3になるのかな。あ、2だ。オッケー。デーモンズクロス。1万1万。7000だ。もう1回発動。1万7000。なかなかクリティカル入んないのか。バダーク、ワンボクラーク、やるじゃん。オルランドちゃん早くどんどんかく、あの弱体化して。ダークネススイング、ドレッドウェポン、最後ここでタックスオーバーフロー奥義使っていこうかな。1,2,3,4 弱体暴走しちゃうの。マリカアルブム、リジェネガもかけちゃいます。そんな感じで最後ね、とどめは残り2秒。ドレッドウェポンチェインも稼ぎつつ、最後1秒。 OK、聞いたよ。うわ、全然食らわない、全然食らわない。これもはやあれじゃないですか。これだったら普通に攻撃した方がよく。おお、でも8万いったね。てかオルちゃんおねんねしてる。はい、マリカカウントゥース。最後これ闇の超絶使っていきます。クラウド様かっこいい。はい、キングダムハーツモデルのかっこいいマント背負ってます。微妙ですね。これは B なんじゃないでしょうか。これすごいな、 S 行く人すごいな。どうやってやってんだろう。はい、クリアしました。まあ闇の結晶無事ね回収できたのと、アニマレンズ回収できたのは本当でかいかなと思ってます。はい、そんな感じでメロンジャム TV ファナルチレコードキーパー属性実験所、僕はランク B ですね。 B でした。 A にはまだ程遠い、そんな感じでしたね。僕のは、僕は B、 そうですね、 B ボーイなんで B ぐらいでいいでしょう。はい、そんな感じで属性実験所闇ダメージコンテスト今回は無事終了です。はい、そんな感じでメロンジャム TV ファナルチレコードキーパー、チャンネル登録してくれるとすごい嬉しいです。 DJ ソーライズ、これからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。